節はもうすぐ冬。野外ではアリをほとんど見かけなくなりました。アリたちは一体どうしているのでしょうか。飼育下のアリたちの観察を通して探っていきましょう。ケブカツヤオオアリのコロニーです。今年の春、結婚飛行を終えた女王から、8匹のワーカーが誕生し、これから冬を迎えるという状況です。女王の足元にはたくさんの幼虫が置かれていますが、これらはすでに活性を落とした越冬幼虫と呼ばれていて、これから春まで成長することはありません。巣内では栄養交換を行っているワーカーの姿が確認できます。ワーカーたちの腹部はある程度膨らんでいて、コロニー全体に栄養が行き渡っている様子がわかります。それではこのケブカツヤオオアリの飼育ケース、巣部屋の様子を伺ってみましょう。巣部屋からつながっている接続チューブをよく見てみると、このように食べかすや石膏かすなどで完全にチューブが塞がれていました。ケブカツヤオオアリはもう巣部屋から外に出る気持ちはないようです。赤山アリのコロニーです。今下から赤山アリのワーカーが姿を見せました。このコロニーは赤山アリと黒山アリの混成コロニーになります。すでにこのコロニーでは産卵や幼虫の成長は止まっています。コロニー全体として越冬、そして巣ごもりの状態になっています。では、飼育ケースから餌場につながるチューブを、眺めてみたいと思います。巣部屋の反対側、餌場から、接続チューブの様子を見てみます。このように石膏カスや食べカスでチューブが塞がれているようです。チューブの中身はどうなっているんでしょうか。こちら側から見てもやはり出入り口付近が石膏カスや食べカスで完全に塞がれています。赤山アリも巣部屋から外部餌場に出る気持ちはもうないようです。四つ星オオアリのコロニーです。四つ星オオアリのコロニーでは、コロニー全体がこちらの円形の小さなケースの中にすっぽりと収まっています。かなりの密集状態ですが、越冬を迎えたアリたちはしばしばこのような状態になります。密集した、ケースの横には、ほぼアリが入っていない、広めの、石膏ケースがつながっています。そして餌場、こちらにもほとんどアリの姿はありません。では、メインの居住スペースとなっている円形のケースから、隣の、飼育ケースにつながる、チューブの接続口を覗いてみましょう。こちらでも、チューブの接続口付近が、狭められているのが、なんとなく、見えます。チューブの出入り口はワーカが1匹ギリギリ通れるぐらいの、穴の大きさに狭められていました。四つ星アリもあまり外に出るつもりはないようです。林黒山アリのコロニーです。このコロニーでも、産卵や幼虫の、成長はすでに終わっていて、すべての幼虫さなぎがワーカーに羽化した状態で冬を迎えました。女王を中心としてワーカーたちが固まっています。この巣部屋の出入り口、上に餌場があるんですけれども、そちらへつながる通路を眺めてみます。やはり、餌場にある土や、石膏などを使って、完全に出入り口が塞がれていました。林黒山アリも巣部屋から外に出るつもりはないようです。山四つ星大アリのコロニーです。こういったチューブ状の、巣部屋を、使っていて、中には女王の姿やワーカーの姿が確認できます。山四つ星大アリは女王が複数いるコロニータイプとなっていて、画面上では右上と左下にそれぞれ1匹ずつ、女王の姿が確認できます。巣部屋となっている、チューブ状のケースから外へ出るための、出入り口、こちらをよく見てみたいと思います。白っぽく見える部分がもともとの石膏の部分です。そして茶色く見える部分が山四つ星大アリが自ら出入り口を塞いだ部分になります。こちらも食べかすや土、それからいろいろなクズなどで出入り口が狭められている様子がわかります。大きさで言えば、やはりワーカーが1匹、ギリギリ通れるか、どうかというような大きさになっています。山四つ星大アリも頻繁に外に出入りするつもりはないようです。飼育下のアリたちの観察を通して見えたこと、アリたちは、自らのコロニーの巣口を塞ぎ巣ごもりをしているようです。実際にはこういった地面の下や木の枝の中にひっそりと巣ごもりしているんですね。アリがいなくなったように見えるこの景色のどこかにアリたちはひっそりと眠っています。今回は越冬中のアリの様子を観察していきました。